デルス・ブレング・クリスティアンセンは、デンマーク・デンマーク首都地域コペンハーゲン出身のサッカー選手、アルス・ベンスカン・マルメ・ FF 所属。ポジションは MF。2010年に、リンビー・ b k のトップチームに昇格。デンマークファーストディビジョンから一部に昇格した2010から11シーズンに先発に定着し、2011から12シーズンまで在籍。2012年7月に、 FC のアシェランに移籍。2年半の在籍で67試合後ゴールを記録。2015年1月15日、AC キエーボベローナと契約。しかし、セリエ A のリズムになじめず、1年間の在籍で5試合の出場で終了。2016年1月26日、マルメ FF と契約。加入後主力選手に君臨し、アルスベンス艦に連覇を達成した。 2018年1月4日、カーヘントと2021年までの契約を締結。しかし、途中加入の2017から18シーズンは4試合の出場に終わり、4ヶ月後に丸目 FF に復帰。2020年シーズンも優勝し、自己最高の13ゴールを決めた。2013年1月13日のメキシコ戦で、デンマーク代表デビュー。 2018FIFA ワールドカップは先行外で終了。2021年に UEFA ユーロ2020の代表に選出され、30歳にして初の国際大会出場が実現した。ありがとうございます。